Letters from Angels 第42回。今日のテーマは、日本国の経済の未来と注意点。日本国の経済の未来の注意点についてです。中国経済の熊行きが春から夏にかけて怪しくなり、2016年度中に中国の外貨がごっそりと減ってしまうという話を以前しましたが、今後日本経済にどう影響するのか。GDP が一時的にマイナス成長に陥って今、スピリチュアルで日本の未来を予測します。7次元程度のエネルギー体より回答。日本経済は中国本土ほど大きな影響はないが、一時的な影響が出る。中国から外貨が逃げ出し、その一部が日本に資金流入するため、1ドル105円ぐらいまでの円高は想定しておいた方がよかろう。中国経済の不安定化から一部の企業は倒産や廃業も出るがやむを得ない。南シナ海で中国と東南アジア諸国が揉めているが、この戦いは序盤戦は中国が有利。しかし次第に日本、アメリカ、インドの包囲がきつくなってきて、北朝鮮や香港は逃げ出していく。むしろ気をつけなければならないのは、ロシアの銀行破綻である。このまま EU と対立が続き、エネルギー価格が低迷すると、ロシア発の経済ショックが訪れる。そして、世界に影響が出る。ロシアが自暴自棄になって、他国を武力で無理やり併合することがないように願う。為替はその時、円高に触れるだろう。日本は為替介入の用意も考えておかれたい。1ドル100円前後なら外国為替並行操作、いわゆる市場介入を行ってもそれほど反感は出ない。逆に言えば、企業は1ドル100円まで耐えられるように考えておかねばならない。あとはロシアが破綻すれば日本の株価にも影響が出るので気をつけること。注意するべきなのはそれぐらいである。日本企業は今は強さを取り戻しつつある。ただし円高に振れやすいので、日本銀行は大量に日本円を発行するか、貧困家庭の資金配布を行い、購買意欲、内需を刺激することを考えた方が良いだろう。地球の波動が上昇し、アセンションが始まっている現在、ネガティブな金銭欲が放出されつつある。金銭欲の塊が放出されたとき、魂の実力に応じて富が配分されるシステムの構築が進んでいくだろう。お前たちの幸せを願っている。まとめです。1、中国経済は春頃より雲行きが怪しくなり、一時的な影響がある。2、中国から大量に資金が逃げ出すため、その一部が日本にも流入し円高になりやすい。3、中国経済の不安定化で一部の企業では廃業なども出る。4、南シナ海の問題は序盤は中国が有利だが、次第に日本、アメリカ、インドに押され始める。5、ロシアが自暴自棄になり軍事行動を取らないか注目すること。6、貧困家庭に日本円を印刷し配布するベーシックインカムを推奨。7、地球の波動は徐々にだが上昇を始めている。8、ネガティブな金銭欲が放出された後、魂の実力に応じて富が配分されるシステムが少しずつ整備される。
ご聴取ありがとうございました。皆様に幸多き人生をお祈りしています。この情報が役立つようならチャンネルの登録をお願いします。